三世生きていた魔術師は、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の OVA 第2作。本作品は、2002年4月3日に発売された OVA で、TV 第1シリーズ第2話魔術師と呼ばれた男に登場し、ルパン三世に敗北した、パイカルがルパンに復讐を果たすべく復活。ルパンとパイカルとの31年ぶりの対決を軸に、 天球の推奨をめぐって、ストーリーが展開する。1987年に OVA として発売され、同時に劇場公開もされた第一作、ルパン三世、風魔一族の陰謀以来15年ぶりの OVA 作品となる。前作の OVA である、風魔一族の陰謀では、声優陣が、そう入れ替えされて制作されたため、今作は、 初のオリジナルキャスト出演による OVA となった。本作は t v 第一シリーズを踏襲して作成されており、キャラクターデザインも大塚康夫調のもので、ルパンのジャケットの色は緑、次元大輔は青いシャツに白いネクタイ、ゼニ型警部の帽子は黒である。t v 第一シリーズのカラーリングも風魔一族の陰謀依頼実に15年ぶりである。本物のゼニ型は、 ワンシーンのみの出演。オープニングのタイトルバックはホワイトなど細かい演出まで、ファーストシリーズが意識されている。CG の多様や一部実写の仕様など、OVA ならではの斬新な演出も見られる。エンディングは、ミネ・フジコがバイクで失踪するシーンのリメイクである。音楽は、現在も放送されている。 TV スペシャルなどと同様に、大の友二が担当し、ルパン三世のテーマも使用されているが、TV 第一シリーズの音楽を担当した、山下武雄の作風に近い BGM に仕上がっている。世界的な回答、ルパン三世が今回狙うのは、天球の水晶。七本ある水晶のうちの一本が、フランスの大富豪の手にあることを知ったルパンは、予告状を送りつけた。 予告状を聞きつけて、ゼニー型警部も警備に加わり限界態勢を敷く。その頃、タッチ全体が突如として停電、ショーに出演していた大富豪の娘3人の衣服が消滅してしまい、全裸の3人だけがライトアップされ注目を集めてしまう。ルパンは混乱に乗じて見事に水晶を盗み出して逃亡を図る。だが、 ルパンの行く手を塞ぐ一人の影、銃声が鳴り響く。発砲してきたのは、銭型警部だった。ルパンは銃弾を避けて逃走しながら、ふと思った。匂いが違うぜ。俺の知ってる突んとはな、ピエロに変装して倉庫に逃げ込んだルパンに銃を片手に、持って、銭型が迫る。貴様への恨み、ここで晴らしてもいいんだぞ、ルパン。銃を乱射しながら、 さっきりつって迫り来る銭形。倉庫から再び逃げ出したルパンに、銭形が口から炎を吹きつける。炎から逃れたルパンを見届けた銭形は、宙に浮いて消え去った。その後、地中海のとある町へ五右衛門の武道大会の様子を、見るために赴いたルパンと次元のもとへ、藤子が助けを求めて現れる。理由を問いただすルパンに、 藤子はある男に追われているのだと告白する。その男こそ魔術師と呼ばれた男、パイカル。そして翌晩、ついにパイカルがルパンたちのもとへ現れる。天球の水晶を渡せ、パイカルは再びルパンに迫ったが、ルパンたちの攻撃に一旦自分の住む島へと退散する。翌日、ルパンたちはパイカルの住む島へと赴く。 果たして天球の推奨は誰の手にありがとうございます。